こんばんは。今回はタラ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 ババン、この交換所の入れ替えがあるんですけど、ここでまあ交換おすすめギアってものをまあ紹介していけたらなと思います。ちょっと、本当だったらもうちょっと早く出すべきだったんですけど、一応ここから紹介していきます。ちょっとメモ書きしてきたから、これの通り、まず1個目これです。スターリース、これクリスマスリリカのラケットなんですけど、まあ、打球で1ポイント間ノックバック無効になる強化状態になるロブショットと、まあ、これがまああのキューエレンとの相性がいいんですよ。まあ、それこそまあサクラとかセレナでノックバ無効をつけることはできますけど、ただまあ単体でもなんとかすることができるので、まあでもキューエレンだけじゃなくて他のキャラにもまあワンチャン使う時が来るかもしれないので、まあワンチャンって感じですね。で次はこれだ、これコレクトフィスト、チャグマティナのラケットなんですけど、これギアシュ封印30秒って結構長いのと、あとオートスキル1にジャストショット返球時スタミナダメージプラス 30% と、これがあるので、アマタとかに持たせるとダメージも上げつつ、初手のリリカのギアショとかを防ぐことができるので、結構アマタ使う人であればまあありかもしれません。はい、まあ、次はまあちょっと優先度は下がっちゃうんですけど、まあ持ってたら面白そうっていうのがこれブラッドのラケットなんですけど、返球時20秒間アイテム回復量マイナス 80% にするショットっていうことで、 80% 減らせるんですよ回復量。なのでまあ削りがえぐいキャラにこれ持たせると、もう相手ドリンクで回復することもできないので絶望みたいな面白い使い方もできるかもしれません。でもう一個、多分下の方だと思うんだけど、下じゃなかった、これだ、セイントアークトゥルス、これネットオルカのラケットなんですけど、これオートスキル1もギアショもシンゲリア上げる効果があるんですよ。なので本当にまあこれ完全にネタですけど、スロットスキルとかシューズとか全部揃えると最大 46% 広げることができるんですよ、宣言エリアを。まあそういう大喜利みたいなことをしたい人はありかもしれません。で次、靴ですね。靴なんですけど、タラ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 、これなんですけど、オートスキルに相手から受ける暗闇レベルを1下げるってものがあるんですよ。なのでまあ1下げたところであれって話ではあるんですけど、まあ今後ワンチャンあるかもしれないっていう靴です。でもう一個上の方にあるかな、これだ、新年の靴、これソアラの靴なんですけど、オートスキル1、感電状態の相手から受けるダメージマイナス 20%、 スタミナ黄色以上でスタミナ消費マイナス 8% と、まあ感電を使うキャラであればワンチャンあるかもワンチャン、そんな交換優先してするほどじゃないですけど、感電使うキャラだったらワンチャンカット靴としてありかもってやつですね。で次、これ開花団子、これバーガー月見の靴なんですけど、どっちもスタミナ消費を減らすものなんですよ、マイナス 20% なので、ルカみたいなタイプ、スタミナ消費を盛ることで強くなるみたいなやつがテクニックにも出てきたらワンチャンあるかもしれません。で次、これループトゥピック、これチャグマノアの靴なんですけど、これはまあこれもさっきのソアラの靴と一緒なんですけど、まあ、感電を使うキャラに持たせるんだったら結構ありなんじゃないかなと思います。でお腹鳴っちゃいました。でラスト、ちはやの靴なんですけど、これをそれこそまあ対決ルカに持たせるとエリアを開けつつ消費も漏れると結構いいんじゃないですかね。履かせてる人も結構いると思う。で次、12月21日からのやつ。あそう、これ期間が決まってるので、まあ、このさっきの12月7日なので今もう来てるやつですね。で次が21日の日なので、21日は月曜なので、この日にまあ追加される感じですね。追加というか、まあ入れ替わりだけど、これは一つしかないです、この週は。これ
これ初期に用のラケットなんですけど、ギアショット見てくださいよ。これ返球時25秒間スライスドロップを封印するロブショットということで、もうスライスもロブも、あ、ロブじゃない、ドロップも打てなくするんですよ。なのでまあそれこそアナゼとかはもうスピンかロブぐらいしか上げることがなくてテクニックタイプ相手とかだと結構刺さるんじゃないかな。このフォアとフォアハンドで打った時に SS オーカルプラス 10% はなかなかいいし、これ持たせたリヴァイとか出そうだな。今ですらあのリリーラケット持たせたリヴァイがいるの で次、靴なんですけど、これです。これはまああのこれもまああれと一緒で、消費スタミナ消費マイナスでまあ強くなるキャラが出た時用なんですけど、スピードタイプで出た場合はこれですね。かなりスタミナ消費減らすことができるので、まあ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 今後のこと考えて持っておくのもまあなしではないかな。まあ優先して取るものじゃないですけど、次愛車靴。これはまあ毒を使うさらにテクニックタイプっていう、まあかなり絞った範囲ではあるんですけど、そのキャラだったらダメージカットをかなり盛ることができるのでありなんじゃないかなと思います。最大でマイナス 45% なのでね、結構ありだと思います。で次、これ鬼ぽっくり、これエンマのモチーフなんですけど、これはまあ結構ピンポイントっすね。グラスで勝つ、フォアで打つ、勝つ燃焼を使うキャラ、まあ、スタミナタイプはまあ最悪無視してもいいんですけど、まあかなりこれもまあごく少数のキャラではあるんですけど、こういうキャラを使うのであればかなりカットを盛ることができるので、まあありじゃないかなと思います。で次、これディセントピース、これ先輩ルカの靴なんですけど、これもあのストロークタイプのスタミナ消費量盛るキャラが出てきたらワンチャンありますね。マイナス 20% なんでワンチャンね。なんか今使うってよりは今後に託したら靴が多いですね。次これ、これもまあこれはまあスタミナ消費に偏ったわけではないんですけど、まあスライスを使うまあテクニックタイプとかが使うのであればまあ結構カットできるので、まあこれはこれでありだと思います。青の王の靴で、次はこれだ。これもあのまあこれタイプ別でまたあるんですけど、これもテクニックでスタミナ消費を盛りたいときはまあこのマイナス 25%、まあ、他よりも高いですね。 25% も減らせるので、まあむしろ代用効かないですね他の靴じゃ。まあワンチャン今後にかけて交換もまあなしではないかな。で次、これバララチナヤ、これクリスマス青の靴なんですけど、これもまあこれはタイプ制限とか特にないんですけど、まあ、ちょっと相手よりポイントが多い場合っていうのがついてます。なんですけど、まあ自由度は高いので、まあワンチャンあるかも。まあ、ポイント制限がある時点でちょっと、マイナスポイントはでかいんですけど、まあワンチャンあるかもしれないですね。さっきからワンチャンしか言ってないな。あ、で、最後、これ。コナテス。これは闇の王子の靴なんですけど、まあ、オートスキル2のスタミナが黄色以上でドリンク回復アイテム回復量プラス 15% ということで、まあ、黄色以下でっていうのは靴は結構あるんですけど、黄色以上でっていうのは少ないので、まあグラスでまあオバフロとか使うキャラであればまあなくはないかな。まあ無敵靴の方が欲しいってシーンもあると思うので何とも言えないですけど、まあ意外とありですね。まあグラスなのでまああんまないです。まあエディの靴とかでもいいんだけどぶっちゃけ。で次、1月4日このラケット この日は多いな。交換した方がいいやつ、1つ目、これフギンテイン英傑シエラのラケットなんですけど、これまあオートスキル1にスピン軽減があったりとか、まあ、ギア初にスタミナ回復とスタミナダメージ無効にするショット、まあ10秒なんですけど、まあこの後紹介するラケットにも同じ感じのがあるんですけど、まあ2回に分けて使うことができるので、またあれとは使い分けがあります。あ、他に行く前にそっちにも早速紹介しちゃおうか。そのもう一つっていうのが、これです。これクリスマスキャラのラケットなんですけど、まあ、スタミナ100回復、20秒間スタミナ大事無効にすると。まあ、あっちと違って、まあ、10秒10秒で分けることはできないんですけど、結構長い時間無敵になれるので、まあ、よくラインズマンリリカとかが持ってますね。
うん、増加量プラスもまあ大きいので、まあ、ここは使い分けっすね。どっちを使いたいかはまあ人それぞれ、まあ大体こっちのキアラの方を使う人が多い気はするけど。で次、ラインズマン D のラケットですね。自分これすげえ愛用してるんですけど、これまあ、オートスキル1もまあ無難にいいし、ギアショでこれ45秒間ノックバム効になるんですよ。なので最初の方に紹介したあのクリスマスリリカのラケットはあの1ポイント間を2回やるやつなんですけど、まあすげえ長く打ち合うキャラに対してはあっちの方がいいですよ。1ポイント間すげえ打ち合うんだったら。ですけど普通に使うのであればこっちの40秒間の方が使いやすいので、自分はこっち結構使うことが多いです自分は初期愛者とかにも出せて味方対策にしてたんですけど。で次、黒夢、これ知ってる人多いかな。ルチアのラケットなんですけど、まあ打球時 10秒間相手全体を暗闇レベル5にするショットということで、返球時じゃないので、あの不要無効があろうがなかろうが絶対にかけることができるんですよ。なのでまあよく昔だったらジダサラミとかが持ってたんですけど、取りにくいショットを持つキャラをにこれを持たせてあげるとかなり厄介かなと思います。で次、これなんですけど、これはジュダのラケットなんですけど、これなんか一見そんな強そうに見えないんですけど、この威力の高いロブショットっていう表記で、威力の高いってどんだけって思うと思うんですけど、結構食らわせない、スロットスキル揃える必要はあるんですけど、例えば毒状態の相手に与えるダメージプラス 50% とか、そういう例えばグラスストーム打った時に50% 上がるとか、ああいうのがついてると余裕で100何十とか200何十とか、下手したら300と400とか行く時もあるんですけど、そういうえぐいダメージを出すことができるので、ありだと思う。アイラとかに持たせるアイラ使いの人がいるんですけど、まあ、そんな感じで使うこともできます。まあ可能性の塊かなと思います。初手から使うとリリカとかを一気に枯らせることができるのでかなり強いですね。で次、これ、まあ、リトルレッドルチアのモチーフなんですけど、これは交換所にあるルカラ系よりもドロップの速度が遅いんですよ。ですけどドロップ打てなくても、これはドロショットのドロップでドロップショットを受けることが打てる打つことができるので、まあドロップ打てないテクニックタイプ以外でドロップのこのドローショットを打ちたい場合はこっちになりますね。だから例えばリヴァイでボレーすると思いきやこれ使って決めるとか、そういう面白い使い方もできます。で次、ウェルナーのラケットなんですけど、これ無難に使いやすいですね。まあ初手から使うキャラとかにも出せるといいんですけど、移動速度上げたりとか相手にスローレベル1を上げることができるので、まあボレーに出るキャラに持たせるとかなり使いやすいですね。で次、これガルガのラケットなんですけど、これはまあ結構マイナーですね。靴とかもまあ揃える必要はあるんですけど、自分が毒状態の時に例えば増加量アップとか余ダメージアップとか、そういうスロットスキルもあるので、そういうスロットスキルを揃えると初手からかなり相手を削って、かつ増加も早く溜まると、そういう使い方もまあかなり局所的ですけど使うことができます。で次、これはエリーのラケットなんですけど、返球時1ポイント間ドリンク回復量のマイナス 60% にするロブショットという、まあ60% なので、まあ残りの 40% は回復されちゃうんですけど、まあでも削るキャラだったら 40% でも結構、その 40% 回復しても速攻削ればいいので、まあ削りが強いキャラに持たせると相手からすると絶望かなって思います。その1ポイント間捨てるしかないんで最悪。で次、これファーストハンチ、これ愛車のラケットなんですけど、これ失点するまで返球時に受けるダメージマイナス 40% の強化状態になるロブショットということで、まあこれよく昔だったらフェイとかに持たせる人が多かったんですけど、まあ、今後でもまあ失点なかなかしないキャラで、かつまあ打球ダメージ減らしたいなーって場合はこれが今後もまあ使うかなーって感じはします。これもまあ持ってて損はないかな。まあ
軽減を持ちつつ、まあ失点しても 10% SS ゲージ返ってくるのもでかいですね。で次、これはあのハードエンマーの靴なんですけど、靴じゃないラケットなんですけど、これはね、まあバイスみたいな、ああいうジャストを出さないけど削るキャラに持たせることが多いんですけど、まあオートスキル1はそんな感じですね。ジャスト出すんだったらジャストの条件のやつの方が強いのであっちにするんですけど、ストロークタイプ以外のキャラに持たせるんであればこれありかもしれません。でまあこのギアショットもまあ回復だったりとか威力の高いロブになるとか、これもまあ合うので削りに特化しつつ自分は回復すると、なかなかこれもありだと思います。削りキャラ使いたい人だったらありかもな。で次、ここの違う、ここの靴なんですけど、これだ、これ歴戦ゲオルグの靴なんですけど、燃焼状態の相手から受けるダメージマイナス 20%、 ハード属性の受けるダメージマイナス 15%、 グッド非常でさらに受けるダメージマイナス 10% と、燃焼を使うかつハードだったら結構減らせるんですよね。35と20なので55%、かなりまあこれもまあハード燃焼っていう条件はつきますけど、かなり面白いかなって思います。カットの中でも結構カット率高いですね。で次、これなんですけど、これ有効活用するってなると、あのラケットを、まあ、カーソーフラーハっていう今シーズンで交換できるラケットが必要になってくるんですけど、まあ、オートスキル1でスインゲーラープラス 5% で、オートスキル2に特定の吸収 SSGS スペシャルいずれかが封印されている状態の時、スインゲーラープラス 5% スタミナ消費マイナス 18% ということで、封印されてないとスインゲーラーとスタミナ消費マイナスがつかないんですよ。ですけどカーソーブラーハだったら自ら封印することができるので、実質スタミナキール以上だったら無条件でスインゲーリアプラス 10% とスタミナ消費マイナス 18% がつくという、結構面白い靴だったりします。これも結構まあコアな人向けではあるんですけど、大衆向けではないですね。でこれはルチアの靴なんですけど、これはまあオートスキル2がでかいですね。得点時スタミナを回復すると。で他にもスタミナ回復靴はあるんですけど、これはスインゲーラー 7% があるので、まあ他よりも別格かなと思います。これまあスロットスキル揃えたりすると、ダブルスで決戦アナゼで組んだ時に得点を取るじゃないですか。そしたらもう全回復しちゃうんですよエンブレムとかオートスキルとか揃えてあげると。でラケットを決戦アナゼのモチーフにしてあげると、もっとひどいじゃないもっとすごいですね。ほんと SS で決めたら速攻でまた全回復するので、また SS 速攻で飛燕打てるみたいな面白い使い方もできます。で次、これはルーシェの靴なんですけど、これはまあ正月愛車の靴と、まあ、使い分けにはなるんですけど、これはこれでスインゲーラーが 10% も広げたりとか、まあ3打球するまでですけどスタミナ消費減らしたりとか、かなり強いとは思います。まあ本当にハイジャン使う人用って感じかな。で次、これ決戦虚なんですけど、これもまあかなり局所的っすね。グラスで灼熱属性のキャラを使うんであれば、かなりダメージカットを積むことが、ダメージカットとまあ消費でかなりダメージを減らすことができるので、まあこれも大衆向けではないですけど、こういうキャラを使うのであればありかもしれません。で次、これハキニ用の靴なんですけど、これもかなり局所的で、まあジャストを打つっていう条件があるので、まあかなりストロークタイプ限定になっちゃうんですけど、ただ条件を満たすと 25%25% で最大 50% も減らすことができるんですよ、受けるダメージ、このオートスキルだけで。なので今後グラスのストロークタイプを使うのであればかなりありじゃないかな。自分はルーシェに期待してるんですけど新規転生派よ。で次、ラカテーナ、これはウェルナーのモチーフなんですけど、これはまあエリアがスタミナ条件じゃなかったり、まあスタミナ消費をまあ漏れると
まあこれもかなり局所的ではあるんですけど、人によってはおってなるかもしれませんね。で次、これフェイの靴なんですけど、こっちの方がどっちかといえば大衆向けかな。あのスタミナ消費マイナス 10% とハード属性抜けダメージ 15% とグッド以上で 10% と、だから 25% ですね。だからかなり相手のダメージを減らすことができるので、ダメージカットに困るって時はこれ履かせるのがまあ無難にいいんじゃないかな。まあ常設にハードエンマの靴もありますけど。でラスト、これ M 闇の靴なんですけど、これまあ今使うっていうよりは今後のケラ次第ではあるんですけど、ドリンク回復アイテム取得時燃焼と SS ゲージダメージを回復し10秒間無効化すると。まああまりにもこの2つがひどい環境にならないとそう必要になるシーンはないんですけど、まあワンチャン、さっきからワンチャンしか言ってないな。まあ、今後を見据えて交換するのも、まあ、あまりに余った人用って感じではあるんですけど、まあ、なくはないですね。でこんな感じですね、はい。こんな長々ありがとうございます、見てくれて。でまあちょっと最後に一応ですけど、エンブレムが今回復刻してるんですよね。で特にまあこの3つあるんですけど、この中でも特にこれは取っといてもいいのかなと思います。まあ他にも同じ感じで持ってればいらないんですけど、これ感電と暗闇を減らすことができるんですよ、レベルをマイナス1なので。今後感電暗闇がきついなって状況になった時に使えるので、まあ取っといた方がいいと思います。でもう一個、まあこれはまああのアナゼとか使う人だったらさらにダメージを盛ることができるので、まあこれもなくはないかな。まあ、他は別に取っても取んなくてもいいかなって感じはあります。ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。